そう、新宿。大体370万人ぐらいは1日でこの新宿鉄道ターミナルをご利用されている、まさに世界の中でも最大のターミナルだというふうに思ってます。海外のゲストの方でアクセスが多いのが羽田空港、成田空港からのリムジンバスの利用が一番多くて、そういったアクセスの便利なところもすごく魅力だと思います。こんなに東京のど真ん中なんですけど、地元の方々が人のつながりを大事にして楽しんでいただける街をどうやって作っていくかっていうのをみんなで連携取ってやってるっていうのは、新宿に来て感動してくださる方々の根っこになってるんじゃないかなと私は思ってるんですけど、ね、